こんなことも決断できない院長、これ裁判所に出す前に責任追及しないっていう条文作って契約をすることそのものは本当に問題だと思います。このマスクが全く使えないかのごときの、このご質問をいただいておりますが、辻元清美さん、今日もですね報道されてますよね、少子化80万人切ったと。これも最優先だと思うんですよ。自衛隊だって人足りないでしょ。結局少子化ですよ。ここにまずお金をつけなきゃいけないんですよ、きちっと。無駄をなくすとおっしゃった。今日の報道を見てあれって、大阪地裁アベノマスク単価開示命令、これ控訴せずに開示しますよね。まず我々としてそれまずしっかり精査して適切な対応をしていきたいと考えています。の無駄をなくすっていうことは情報公開なんですよ。情報公開されたら困るから無駄をできるだけしないようにしようと思うんですよ。ですからやっぱり情報公開、もう一度加藤厚労大臣、もう開示しましょうよ。これぐらいは単価と枚数、相手の業者の方、また今後のですね調達、そういった対応を考えて開示を控えてきたということでございます。ただ一方で今回こういう判決もいただいておりますから、その中身をしっかり精査して適切な対応を図っていきたいと考えています。これ試金石ですよ。本当に無駄を省いて頑張る政権なのかどうか、アベノマスクの単価と枚数も公表できなくって言えるんですか。総理もうここで開示すると言ってくださいよ。覚悟示してくださいよ。政府として、情報公開に努め、国民の信頼につなげていく、こういった姿勢は大事だと思います。ただ、個別の裁判における対応については、さまざまな観点から適切に判断していかなければならない。アベノマスクの枚数と単価も隠したままで無駄をなくしました。もう1円も出ません。防衛費倍増。それで増税をお願いします。こんなこと国民納得すると思いますか？政府として、情報公開、国民の信頼を、信頼にしっかりつなげていく、こうした努力は重要だと申し上げています。ただ、個別の裁判についての判断、これは適切に担当省庁が行わなければならない。こんなことも決断できない。委員長、これ裁判所に出す前に本委員会に枚数と単価出してください。簡単ですよ。お取り計らいお願いします。五国理事会で協議をさせていただきます。辻元清美さん、続けて。防衛費も果たしてですね無駄がないのかなんですよ。立憲、国民、新、緑風会、社民、共同会派の社民の福島みずほです。布マスクについての全ての契約書を出していただきました。見るとですね、納期の変更が、非常に多いんです。ユービスとかはちゃんと納期を守ってるんですが、布マスク、公和伊藤忠松岡コーポレーションについて、3月31日が履行期限になっていますが、4月30日に変更になっております。公和、4月7日の契約で、5月、15日となっていたのが6月30日に5月11日の時点で契約変更、松岡コーポレーション4月7日の契約では4月30日となっていたのを4月28日に5月31日に変更、こんなにですね政府の随意契約で変更があるって、これ非常に無理な計画だったんじゃないですか。公和は50億近い契約をした後、4月3日には30億円近い減額変更、20億円になっております。この時単価を変えるんですね。50億の契約が20億になるっていう、この契約変更を見て私はびっくりしたんですが、これは何なんですか。当初の契約時におきましては、世界的に航空便が非常に少なくなっているということで、緊急に大量のマスクを輸送するための輸送量をどう見込むかということで、その輸送量が平時に比べて高騰するということを見込んだ単価とさせていただいておりましたが、3月中に同社から一定のマスクの納付がなされた実績を踏まえまして、私どもとしては予算の適正な執行を図る観点から改めて株式会社と交渉し、単価について変更させていただいたということで、どんぶり勘定だったんじゃないですか。次にですね、前回もご紹介しましたが、公和との介護用マスクの契約書では8条、本契約の取引が非常事態への対応として実施されることに鑑み、納入減品について隠れた箇所を発見した場合であっても公和に対して責任を追及しないという条項がありました。どこの世界に瑕疵があっても追及しないというのを政府が出すんですか。ありえないと思います。その後5月以降の契約書は瑕疵担保に関する
する部分は、オツの費用負担で引き換える代金の減額を行うなどあります。実際、一番初めに、とにかく無理でもいいから、非常事態だから出せ出せと言ってですね、どんなに瑕疵があっても責任追及しないっていう条文作って、契約をすることそのものは、本当に問題だと思います。講和は品質を担保するため、国内での検品を強く希望したが、政府側が断ったっていう事情はありますか？今、ご指摘いただきました点につきまして、関係者に紹介をいたしましたが、そのような事実は確認できておりません。使った全庫2枚配布について、講和は5月13日、松岡コーポレーションが5月13日、伊藤忠が5月15日に契約をしています。こういうのやめたらどうかと、私が質問するのは5月14日で、多くの委員から、もうこれやめたらどうかという質問が相次いでおりました。補正予算を使った全庫2枚配布について、検品は国の予算で行うんでしょうか。宮国株式会社と検品8億円で契約をしていますが、これはまあ予備6月15日までが履行期限です。まさに、補正予算を使った全庫2枚マフについて、検品は国の予算で行うんですか。国民の皆様の不安に解消を図るため、メーカーが行う自主検品、これ自身は強化をお願いすると同時に、当面の措置として全数の検品を国が行うということにいたしました。5月下旬からこのような形でオペレーションをしてまいりましたが、国が委託していた検品事業者をメーカーの検品事業者として活用するというお話し合いできましたので、検品の質を確保しつつ、メーカーによる検品へと集約をしたというところでございます。これにより予算の効率的な執行につながるものというふうに思っております。今後令和2年度の補正予算においても、全庫向けを含みます布マスクの調達をすることにしてございますが、この検品につきましては、先ほど申し上げましたような、国として実績を持って一定の品質を確保していただきました検品業者において、メーカーの負担による検品を集約するということを予定しているところでございます。予算どれぐらい考えてますか？契約は終わってますか？今申し上げましたような経緯でございますので、令和2年度補正予算における、検品費用につきましては、国としての追加負担は現時点のところ見込んでおりません。8億円近く政府が検品しなくちゃいけない布マスク、やめるべきだと思います。こんなこと国がやらなくちゃいけない、メーカーも検品するが政府もやらなくちゃいけない、こんな布マスクやっぱりおかしいですよ。で、2枚マスクについて契約が終わってるんですが、介護用マスク、妊婦用マスクは今後も毎月出すと言っていますが、もうこんなことをやめるべきだということをですね、強く申し上げたいと思います。で、契約書を見ているとコールセンターが2回にわたって、一つは電通で介護用マスクに関して愛知の部分について受注しておりますし、今回、コールセンターに関しては、JP 2ウェイコンタクトで1億6993万2382円、しかもこれ契約をもう一回伸ばして1億円かさ上げして、1億最終的には6993万円でコールセンターを設けています。これなんでコールセンターを設ける必要があるんですか。国民の皆さんから電話相談あるいは問い合わせ等が、私ども厚生労働省あるいは関係省庁の方にも参っていったという事実ございます。そういうのに適切に対応し、また情報を提供するためにはコールセンターという形で設置をするのが望ましい、あるいはそれが適切だというふうに判断をして、小口融資の問題や雇用調整助成金などコールセンターを設ける理由は分かります。しかし、だってそれはどういう書類を提出したらいいですか、どういう要件ですか、ですが2枚マスクって配布するだけじゃないですか。なんでコールセンターが必要なのか、それは取りも直さずこの2枚マスクに問題があったからではないですか。で、このどれだけの相談が来て、中身はどのようなものでしょうか。コールセンターへの問い合わせ件数、5月31日までの集計をさせていただきましたが、約9万4000件となってございます。相談内容、私ども全て正確に把握をしているわけではないませんし、非常に多岐にわたり一概にお答えすることは難しいとは思いますが、主なものとして申し上げれば、お問い合わせで多いのは、いつ配布されるのかといった配布時期についてのお問い合わせ、あるいは2世帯同居の方など、まあ、2枚という形で政府申しておりますが、2枚では不足する方から、じゃあどう、うちはどうなるんだという追加配送に関するお問い合わせなどが多いというふうな報告を受けております。ここに、不良品があるとかそういう問い合わせはありましたか。私ども手元に受けております報告の中には、これまでの期間において、まあ、色が黄色いけれども大丈夫かとか、糸にほつれがあるけれどもこれは報道されているような不良品マスクではないのかというようなお問い合わせあるいはご紹介は寄せられていると聞いております。福島はい、使用書で全て、問い合わせに対応した内容は1件ごとに対応の内容を記録する、そして、原則翌々日12時までにメールにて、報告するというものが使用書でありますので、また改めて教えてください。ずっと質問してきましたが、
介護やそれから、まあ、私はやめるべきだと思っておりますし、介護妊婦用マスクこれからも毎月出すことについて、もう不織布マスクもありますし、こう手間暇とお金かけてこういうことをやるということについてはもう本当にやめるべきだというふうに思っております。そのことを強く要望いたします。次に持続化給付金について一言お聞きをいたします。大串博史君。はい、立憲民主党の大串博史です。令和2年度の予備費233億円、そしてこの補正予算の中で233億円、合わせて466億円です。総理に提案があります。まだ 4% の全国配布の状況です。これから検品されているという状況ですけれども、この予算総理いいですか。はい、ちょっと止めてもらえますか。この状態で質疑はなかなかできないと思います。どうぞお続けください。はい、いいですか。はい、466億円の予算見直して執行を止めて、この予算もうやめたらどうでしょうか。と言いますのは、マスクをね、やっぱり飽きてよかったなと思われる方もいらっしゃると思います。しかし今どうやって命をつなぐか、生活をつなぐか、明日がわからないという方々が今多く日に日に増加していらっしゃる、そういう状況にあります。そういう中において、おそらく全国の皆さんは理解してくださると思います。安倍総理は仮に466億円のマスクの配布の予算を止めて変えて、例えば私の提案ですけども、学生さんたち、先ほど来話がありました、バイトがなくなって、学生団体の調べでは 13人に1人の学生がもう退学しなければならないんじゃないかと、こういうことを考えている状況にあります。この学生さんたちに支給できるようにこの466円変えたらどうでしょうか。466億円、今子どもたちの、学生さんたちの1日のバイトの平均代、1ヶ月のバイトの平均代3万円だそうです。おそらく数万円のバイトが稼げなくて、学校辞めなきゃ、生活辞めなきゃと、こういうふうになってらっしゃるんだと思う。何万人の学生さんが救えますか。昨日のテレビで女性の学生さん、イベントバイトをしていました。しかしそれがなくなっちゃって、生活費が出せなくてもうどうしようかと困ってます。1日の1回の食事のお金は50円だそうです。うどん湯がいて生卵を乗せて食べてました。お腹が空くとご飯食べなきゃならないから寝てごまかす、そういうことを昨日言ってて、私ね、胸詰まされましたよ。もうそういう状況に総理が言った4月1日から比べるとなってるんじゃないですか。ここはあの時はそうだったけども、今はもう確かに違うと。総理のそれこそ政治決断を持って、466億円、まだ 4% しか出てないから、もうこれは全体やめると。国民の皆さんには申し訳ない、マスクは届かないけど、でも、これは学生の皆さんたちの生活の援助に回す。そういった生活が、明日が苦しいという方々に回させていただく。何万人の学生が救えますか。そういうふうに、今、政治決断で舵切る。それが、総理としてのあるべき姿ではないでしょうか。いかがでしょうか。安倍内閣総理大臣。アルバイトの方々に対しても、雇調金の対応とさせていただいているところでございますし、また同時にですね、いわば高等教育の無償化の対応についてもですね、今回の事態に対して対応をさせていただくということにもさせていただいております。で、給付型の奨学金につきましてもですね、これは給付型でございますが、生活費、学費だけではなくて生活費もあるものでございます。で、今回の事態に対する、給付の対象ともしているわけでございますから、こういうものもぜひ活用していただきたいと、このように思うところでございます。他方、このマスクにつきましては、先ほど来、このマスクが全く使えないかのごときの、このご質問をいただいておりますが、介護施設、あるいは学校等には、もうすでに、相当量をこれ配布させていただき、総理なりの評価もいただいているところでございます。で、大串委員は確かにそれ、ご地元のですね、そういう布マスクを手に入れられるということでございますが、多くの方々はなかなか、マスクが手に入らないという、悩みを持っておられるのは事実でございます。そういう中において、まさに、これ十分ではないかもしれませんが、また毎日洗っていただかなければならないということで、ご不便はおかけすると思いますが、まずは2枚送りさせていただきまして、そしてそれを手元に置くことでご安心をいただける。また今マスク市場に対してもそれなりのインパクトがあったのは事実でございまして、業者の中においてはですね、ある種の値崩れを起こす効果にもなっているということを評価する人もいるわけでございまして、先ほど申し上げました増産等をお願いをさせていただいているイニチアムの高原社長からもですね、今般配布された布マスクとの併用が進むことで、全体として現在のマスク需要の拡大状況をしのげるのではないかというお話もいただいているところ
ところでございまして、こうした形の効果が出てくることを待ちたいと、このように考えているところでございます。大串博史君。1ヶ月の給料なり1ヶ月のバイト代が入らなくてどうしようかという生活を総理送られたことありますか。私浪人と言いますか、役所を辞めて政治家に飛び込んだときほとんどそういう状況だったんで、まあ、ここに多くの皆さんもそういう経験されたと思うんですけど、まあ、世の中の多くの皆さんも1ヶ月給料がなくなる、バイト代がなくなるって大変なことなんですよ。明日どうしようかっていうそういう話なんですよ。だからおそらく国民の皆さんはこのマスクが届かなくても、それが学生の皆さんの学業を続けるというためになるんだったら喜んでとおっしゃると私思いますよ。それが私は国のリーダーとしてあるべき姿だと思います。